おい、どうしたんだよ。はい、おねしトイレ。いた。オラゴン、ね、オラゴン、オラゴン。何するである。どうしたんだよ。オラ様、夢を見てたである。モールのモンストコロシアムで何か起きる。コロシアムで？そうである。なんだあれ。最近の街の異変と関係ある匂いがプンプンするである。それレーダーなんだ。レッツゴーである。洗脳されたような人々が現れるようになった秘密も、正規のフィールドではなく街中にモンスターが現れるようになった秘密もコロシアムにあるということか。ここは一つ葵たちも呼ぶとしよう。レン君、おオパリオアットナイト。よし、早速行くである。別に何もないな。見つからないうちに帰ろうか。あ？何？来たか。モンストに見入られた者どもよ。あれ、今までの人たちと同じ降臨モードだ。閉じ込められた。もうお前たちはここから出ることはできないのだよ。なんでやるか。フェンリル X が盾になる。だから葵と南で攻撃してくれ。そんなのダメだよ。次に攻撃食らったらあの世にオパリオだよ。だからって何もしなければやられるだけだ。やろう。あれは、さあ
イザナミ様、このフィールドを地獄へと誘ってください。なんなのよこれ。リアル。ダメージウォール、当たるだけで即死だ。来たよ反射レーザーだ。これくらいしかできないから。今度こそ当たったら死ぬであるぞ。その無謀な作戦、あり得る。俺のカムイはこんなもんじゃない。我が祭壇を汚すかならば我が炎の煮えとなれ。なんだこいつ。その日から乙女心はお祭り騒ぎ、泣いて笑って怒って拗ねて、あっという間に大晦日。あなたと迎える甘い幸せ、今年最後の甘い幸せ。12月31日中心祭、来年再来年ずっとあなたといたいのに、飽きたそぶりをしてみるなんて乙女心は天の弱。忘れた頃に甘い幸せ、数日だけの甘い幸せ。やっぱり楽しいあなたしかいない、重心祭。あなたと重心祭、このまま重心祭。あなたと一緒に重心祭。闇に飲まれたイザナミゼロがイベントクエストや 3DS 版にも降臨。超